特の酸が出るので夏にさっぱりして食べられる。皆さんこんにちは、焼津の佐世前田王店前田直樹です。今回は、このカツオです。朝駿河湾沖で、水揚げされた今日このカツオを今日はしゃぶしゃぶで、はい、作ってみたいと思います。もちろんその刺身で食べたり土佐作りっていうのはあると思うんですけど、火が入ることによってのそのフレッシュさとこうさっぱりした雰囲気になると思うので、今日はしゃぶしゃぶで、はい。よく、スーパーさんで、売られている、カツオの柵という状態ですね。大体こういう感じに、今日はこれを、切り付けからちょっと試してみたいと思います。魚の目っていうのがあるんですけど、こっちに向かってこのこういう斜めの目があると、こっち側の自分が切りつける方側にこの向こう正面がこう自分の方に向かっている状態の状態に向きにしてからこう切りつけていきます。しゃぶしゃぶなのでちょっと長くちょっと斜めに切ってですね、ちょっと薄めに、こういう感じですね。作りの時にはあの厚めに切らなきゃならない、また切る時にはちょっと違うんです。こういうふうに切って新潟に落としてもらうんですけど、これは薄くしないとその熱がさっとしゃぶしゃぶなので入る状態っていうのを、こんな感じの状態。まあ、あとは簡単なので、もう本当にしゃぶしゃぶの状態なので、あと昆布をちょっと落としておきます。あとはちょっと酒を。まあ、この沸いてくる状態まで待ちます。こうしている間に薬味を、もうちょっと細かくいきたいんですけどね、沸騰しすぎたら、昆布を取ります。しゃぶしゃぶだと一般的にそのポン酢というのが主流だと思うんですけど、今日はちょっと塩と薬味だけを使ってですね、まあ、塩はこれですね、あの実はピンクソルトといってヒマラヤ岩塩の岩塩を細かくした粒子です。でちょっとこの丸みがある塩なので、あのポン酢ももちろんいいんですけど、この塩でこう食べるその旨味、魚の旨味だけで食べるっていうレシピですね。はい、やってみたいと思います。先ほど、切
切った、カツオですね。でこれを回す、まあ、もう本当にこの火が変わったこのグラデーションの時でいいと思いますね。この状態のところで、まあ、例えばこの薬味ですよね、乗せます。でちょっとこのひと塩で、うまいし、うまい。もう超ドシンプルですけど、素材というのはもうシンプルでいいんですよね。なのでこのひと塩とこの温度、火を入れることによって魚のうまみとカツオの独特の酸が出るので、夏にさっぱりして食べられると思います。本当にシンプルに簡単に美味しく食べれることがあるので、皆さんもお試しください。日曜夜はテレビで情熱大陸。